令和2年10月1日、阿蘇門前町商店街と内野巻商店街に10月3日の国道57号北側復旧ルート開通を祝うフラッグが飾り付けられました。これは阿蘇の復興を PR する阿蘇リバイバルキャンペーン実行委員会が企画したもので、阿蘇門前町商店街に40枚、 うちのま商店街に60枚のフラッグが飾られました。フラッグには北側復旧ルートの二重の峠トンネルを走る車と国道57号の標識がデザインされています。阿蘇門前町商店街の店主、杉本さんと宮本さんは、地震以降先が見えなくて辛かった。 開通後は、観光客の滞在時間が増えることを期待していると話していました。